皆さんこんにちは。今回はとっても楽にモッドを導入できるアースフォージランチャーについて解説します。マインクラフトにモッドを導入するとき、普通はモッズファイルを直接いじりますよね。せやな、ネットで調べたらそのやり方が出てきたで。なんか隠しファイルの表示とかよくわからんことさせられたわ。でもその方法って面倒って思いませんか？確かに一個一個モッドをダウンロードせなあかんし、起動したら前提モッドが必要って言われたり、遊ぶためとはいえ面倒やな。そんなあかねさんにはカースフォージランチャーがおすすめです。なんやそれ。カースフォージランチャーは欲しいモッドやリソースパック、モッドパックなんかをリストから選んで導入できるランチャーです。ボタン一つで納入も削除もできるのでとっても便利ですよ。これは便利そうやな。まずはカースフォージランチャーの導入方法から解説していきます。よろしくやで。まずはカースフォージランチャーのインストーラーを入手しましょう。概要欄にあるリンクからダウンロードできますので、お使いの PC に合わせてダウンロードしてください。うちの PC は Windows やで。これやな。ダウンロードが終わったら入手したエグゼファイルを実行します。実行するとこんな画面が表示されるので、次へを押してください。さらに規約を確認して同意したら次へ。するとインストールが始まるので、終わるまでしばらく待ちます。終わったで。インストールが終わったら起動をクリックしてランチャーを起動してください。無事起動できたみたいやな。起動したらいろんなゲームが表示されている中からマインクラフトを選択します。これでカースフォージランチャーの導入が終わりました。もう終わったんか。結構簡単やったな。次はカースフォージランチャーの使い方を解説していきますよ。ランチャーをインストールしたらいくつか設定を変更しておきます。今回はランチャーの言語を日本語に変更する方法と、マイクラに割り当てるメモリの増やし方を解説します。まあ英語のままやと使いづらいしな。まずはランチャーの左下にある歯車のボタンをクリックしてください。ランチャーの設定画面が開いたらランゲージズをクリック。続けて日本語を選択します。これで日本語で使えるようになったな。ところどころ翻訳が変だったりしますが、まあプレイに支障はないです。どう翻訳したら制作者がこれになるんやろうな。わかんないです。次はマイクラに割り当てるメモリを増やします。まずは設定画面のマインクラフトをクリック。するとマイクラの設定画面が開きます。下にスクロールして割り当て済みメモリのメーターを任意の数値に変更してください。これどの数値にすればええや。それは使っているパソコンのメモリの大きさに左右されます。メモリの大きさは Windows 10ならスタートボタンから設定、システム、詳細情報と進めが確認できます。この実装ラムって書いてあるやつやな。割り当てメモリはこの数値の半分ほどを設定するのがおすすめです。8GB なら 4000MB、16GB なら 8000MB くらいを割り当ててください。了解やで。ここからはカースフォージランチャーを使ってモッドを導入する方法を解説していきます。待ってました。まずは右上にあるカスタムプロファイルを作るをクリック。すると新しいプロファイルを作る画面が出てきます。適当なプロファイル名、遊びたいバージョン、モッドローダーを選択したら作成しましょう。今回は 1.19 ファブリックという名前で作成しました。プロファイルが作れたらプロファイルの上で右クリック、コンテンツを追加へと進みます。なんかいっぱい表示されたな。これはカースフォージに登録されているモッドの一覧です。右に表示されているインストールをクリックすればプロファイルにモッドが導入されます。え、クリックするだけでええんか。前提モッドがある場合はそれも自動でインストールされます。前提モッドを入れ忘れる心配もありません。おう、それは便利やわ。好みのモッドを導入したら実際にマインクラフトを起動してみましょう。プロファイルの一覧画面に戻ったらプロファイルにカーソルを合わせてプレイをクリック。しばらくすればいつもの画面が表示されます。ログインを求められた場合には持っているアカウントでログインしてください。ここまで来ればもうわかるな。そうですね。実際に起動して導入したモッドが導入されているかも確認してみてください。なあゆかりさん、さっき入れたモッドやっぱりいらんかったんやけど、どうすればええんや。入れたモッドを消したい場合にはプロファイルのプレイ以外の場所をクリックするか、右クリックからプロファイルを表示を選びましょう。そのプロファイルに導入されているモッドの一覧が表示されるので、消したいモッドはアクティブ状態を解除するか、ゴミ箱のボタンを押してください。完全に消すこともできるけど、一時的にオフにすることもできるんやな。ちなみに前提モッドをオフにするとそれに対応するモッドも自動でオフになります。このあたりの管理のしやすさもカースフォージランチャーの魅力ですね。管理ついでにもう一つだけ、
マインクラフトのモッドは定期的にアップデートされていくわけですが、アップデートが来ているモッドはゴミ箱の横にアップデートボタンが表示されます。これも押すだけで自動でアップデートしてくれるのでとっても便利ですよ。モッドの管理まで楽なんかすごいな、カースフォージランチャー。ここまで解説したようにカースフォージランチャーを使えば簡単にモッドを導入できます。ですがこのランチャー、実はリソースパックと配布マップ、モッドパックなんかも簡単に導入できるんです。へえ、そら便利や。この2つもモッドと似たような手順で導入できます。プロファイルを右クリックしてコンテンツを追加をクリック、検索欄の下にあるタブを切り替えればカースフォージで配布されているリソースパックやマップをインストールできます。動画とかで見るようなマップもあるんやな。ちょうどやってみたいと思ってたとこなんや。モッドパックはプロファイルの一覧画面からモッドパックを閲覧をクリックしてください。こっちも有名なのがたくさんあるな。ぜひいろんなリソースパックやマップで遊んでみてくださいね。さてここまでの解説でカースフォージランチャーの大まかな使い方は分かったかと思います。そうやな、この動画もそろそろ終わりか。いえ、もう少しだけ皆さんに知っておいてほしいことがあります。まだなんかあるんか。というわけでここからはカースフォージで配布されていないモッドの導入方法について解説していきます。確かにオプティファインってカースフォージでは配布されてないな。オプティファインなどリストにないモッドはモッズファイルを直接開いて導入します。まずはプロファイルを右クリックしてフォルダを開くを選択してください。そのプロファイルのデータが表示されるのでモッズという名前のフォルダを開きます。あとはここに入れたいモッドのファイルを入れるだけ。なんや簡単やな。オプティファインなどカースフォージにないモッドもこの方法で導入できます。今回は超簡単にモッドを導入できるカースフォージランチャーの使い方を解説しました。役に立ったよって方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。質問などがあればコメント欄にどうぞ。それではご視聴ありがとうございました。おおきにな。